はい、皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今朝ほどメンバー限定なんですが、私のリアル世界でのまあ雑談のようなアメリカ最新情報というお話をアップさせていただきました。30分弱ぐらいのものです。メンバーの皆さん暇な時にでも見てください。はい、それでは早速トランプさんなんですが、なんかもう最近わけわかんないですよね。 第三世界バナナ共和国でもこんなひどい状態ではないという論評まで飛び出してきている今回のトランプさんに対する裁判なんですけれども、まあ、最終弁論をしているという状況なのでしょうか今回はロバート・デ・ニーロさんがね裁判所の前でまあトランプは独裁者だヒトラーのようだみたいなスピーチをしたというのが 非常に話題になっているんです。それはどういうものかというと、こちらなんですけれども。 まあこんな感じなんですけれども、不思議ですよね。あの、裁判所の外は警備がすごくって、で、大学でああいう暴動が起こっても、大学に警察官を派遣できないほど、この裁判所の周りを警官で警備を固めていたはずなのに、ロバート・デ・ニーロさんは裁判所の外でなんかスピーチができたんですよね。まあ、梅田の 当然立てということなんですけれども、もうなんかもうしっちゃかめっちゃかですよね。はい。で、ロバート・デ・ニーロさんがなんでトランプさんとこうこんなに嫌っているのかということなんですが、ある方がね、こんなことを言っていました。ロバート・デ・ニーロさんは、あの、あの世界に深く染まっている人じゃないですか。あの、あの世界です。あの子どもたちをなんたらかんたらかんたらする人。 あの人たちの世界にどっぷり浸ってるっていうことが明らかになってる人ですよね。なので、トランプさんがもしも政権に復帰してしまったら、自分がやられるっていうことを認識してるんだ。だから吠えまくっているんだっていうような論評をしている人がいましたが、私もなんとなくね、そうなのかなーなんて思ってしまいますね。ちょっとヒステリックすぎますよね。はい。そして、 今回のトランプさんのこの最終弁論で言っていいのかもしれませんが、この、これどういうことかというと、検察官がトランプさんが特定の法律に違反したことを証明することを要求していないんですって、マーチャンハンジさんは。そして、加えて、陪審員が特定の犯罪について全員一致の評決を下す必要はない。 ということも言っているんですって。この二つを合わせるとどういうことかというと、陪審全員がトランプさんが何か悪いことをしたと思っている限り有罪になると。つまり、はっきりした証拠が必要ないんです。それは求めていないんだそうです。で、陪審の人が、いや、トランプはなんか絶対犯罪を犯してるに違いない。いや、あいつは黒だって言ったらもう、トランプさんは東国なんですよ。 有罪で。そして、このカリフォルニア州というのは民主党が強い州ですから民主党員が賠償にやってるんですよね。なので、旗色のがめちゃくちゃ悪い。加えて、いろんな方が非常に冷静に今回の裁判が全くナンセンスで起こしてはいけない裁判だということも言っているんですが、そういう冷静な 論評しているような人たちは証言させてもらえないんですね。証言として採用されているのが全く嘘を800並べているような人たちのことだけを法廷で証拠として採用するわけです。はい。で、この状況を見てある人が言ってたんですが、国が自由な場所からボートが支配する全体主義の場所に変わっていくのを自分たちは見ているんだ。 何とかして止めなければいけないとおっしゃっていました。そして司法省側はもう何でかんでトランプさんを有罪にする腹積もりで動いていますけれどももう投獄するような指示を出しているっていう話も出てきています。あの投獄、何あの投獄するための準備をしろみたいなことをもう指示しているっていう話も聞こえてきています。 そしてちょっと話題はずれるかもしれませんが、あの、マーラーご襲撃されたではないですか。で、あの時は、場合によっては、状況によっては、人の命をね、殺めてもいいというような指示を、梅田政権は FBI に指示していたということが明らかになっています。そういうことも踏まえて、トナプさんの今日の書き込みをご紹介します。今は2024年の5月の29日です。 元俳優のロバート・デ・ニーロが精神的にも肉体的にもどれほどちっぽけな人間だったか私は知らなかった。今日、トランプ・狂乱症候群、医療界では TDS として知られていますが、このトランプ・狂乱症候群という富士の病に苦しむデ・ニーロは裁判所の外で過激左翼よりもはるかに大きな勢力、マガに出会った。 悪徳上梅田の要請で正解入りして以来、映画、芸術性、ブランドの価値が著しく下がったロバートは、そこでとても哀れで悲しそうに見えました。ジョー・ディマジオはどこに行ったんだ次。私にはフィクサーはいなかった。当時、放送会で完全に認定され、認められていた弁護士がいましたが、裁判官は私に弁護士に頼る弁護を認めていません。おそらく私は、 国内で唯一そうすることが許されていない人物であり、非常に意見かつ制限的な観光でを受けている唯一の人物です。不公平です。自由を。次、被告である私がマンハッタンの裁判所でソロスが支援する地方検事局が行った5時間の疑似妨害中に語られた多くの嘘を反論したり、訂正したりすることが許されていないと想像できますか それは何とはずべき虚偽の表現だったのでしょう。マガ2024。はい。そしてマーク・レビンさんのこの発言を紹介しています。マーク・レビンさん。ブラック事件は大統領選に再出馬している元大統領に対する法廷闘争が暴走した事件です。また、これはアメリカ政治史上最大の連邦選挙への干渉と不正不大での試みでもあります。 かつて、大統領が政敵を投獄しようとしたことはありませんでした。トラシの場合、元大統領が大統領選に再出馬し、最も重要な激戦州でリードを保っています。実際、ドナルド・トラシは、アメリカで最も迫害されている人物です。法的にも政治的にも。その一部を挙げると、意見の弾劾民主党メディアによる必要な攻撃、 法外な法律でトラッシュを破産させ事業を破壊しようとする試み、4つの異なる管轄区域で起こされた4件の事件で民主党の検察官が法律を犯罪化した合計91件の捏造された容疑、刑事令状の使用、FBI スワットチームの使用などです。という表現を引用されておりました。 なんとかトランプ大統領の無事を祈りたいと思います。それではまたありがとうございました。